方土水、本日の船にて上京せしむ、よろしく願う。9月17日。こう天部の才があるっていう言い方するんですよね、まあ、こういう才能のある人は。今の我々の世代以降はもう自分が天才であるとか自分は特別の、使命感があるとかそういう意識はないんですよ。自由に生きられる時代だから、なんだ周りのことを考える必要もないし、戦争が近くにあったわけでもないし、だからそういう自分がこれをやりたい、 やらなきゃいけないっていうふうな意識もないし、それはもう全く違う世界で彫刻勉強してるような状態でしょうね、我々から見ればね。いわば完璧な像ってまあ本当はないんでしょうけど、でもまあ一応完璧に仕上げられたっていう像と、それとこう修作、つまり修作っていうのはまだその未完成である部分があったり、それとちょっとこう制作者の迷いがまだ残ってたり、そういったまだその揺らぎの状態が残ってるんですよね。でその揺らぎっていうのは、昔揺らぎっていう言葉がちょっと流行ったことはあるんですよね。そのまあこの彫刻で言えば、その揺らぎっていうのはなんか可能性みたいなものだったり、まあ修作自体にこう可能性があるから魅力があるんで、まだ未完の効果、あの魅力みたいなの、完成してない魅力みたいなのが見えてきた、見えてくるんですね。今回は別にその大きな損傷があるわけじゃないので、ただ汚れてると。で汚れも時間がそこに汚れとして時間を残してるんだっていうことが当然あるので、現状維持っていう言い方するんですけど、現状でそれが現状がその制作当初じゃなくって、これが100年前のものだったらば100年後の今の状態で維持するってことです。
それぞれ素材によって劣化の仕方が違うってことですね。不朽ってその、まあ、半永久的に存続するっていうふうに考えれば、まあ、石を木じゃなくて石で掘りたいっていうようなことを考えられたかもしれないし、石であろうが千年経てば、例えばこういうの粉になっていくんですね、やっぱり雨風に打たれると。まあ、そういった自然な劣化っていうことがある中で、今の壊れる前何でも壊れるけど、鉄金属でも錆びて最後はまた土に戻るんですけど、その間のところの今っていう時点で止めてやる状態が、今の状況で止める。だから石で彫りたい、彫刻家が石で形を残したいっていうのは、まあ誰も一度は考えますね。時代精神があってのことで、その高専生だけじゃなくて時代精神というものバックにあって押されて、それでみんなの台湾の期待を背負って日本で勉強に行かれたと。そんな使命感を持って東京美術学校に入ってきた人ってほとんどいないんじゃないかと思うぐらい、まあ何人かはいたでしょうけど、で日本人で、まあ、彫刻が好きだからただ やりたい彫刻やってみたいで入ってきた学生も一緒に、まあ、自分のやりたいこと、自分の表現したいことっていうことで制作してるわけですよ。まあ貧しい人もいるし、売れてきた人もいるし、そういうそれを同じ仲間で同じアトリエで制作してたりするわけでしょ。そういう時代の雰囲気と、高先生が背負ってきたその時代の
雰囲気、やっぱ全然それが違うと思いますね。芸術って一つ別の次元のものを追うところがあるから、絵の人は立体感を追うし、彫刻の人はそういう時間を自分の作品に凝縮しようって、時間を閉じ込めたいって、一瞬じゃなくてその 作品の中に時間がしっかり閉じ込めれれば、それが普及っていう意味だと思うんですね。